日本競輪選手会千葉支部に所属していた元競輪選手。現在は順天堂大学自転車競技部コーチ。日本競輪学校第67期生で千葉支部所属の競輪選手、手島康氏は実施でありでし、東海大学実業高等学校時代、1961年、1962年の全国高等学校総合体育、大会自転車競技大会。 トラックレースのスクラッチレース及び競争者速度競争においてそれぞれ2年連続で優勝。自衛隊時代1964年の東京オリンピックタンデムスプリントに当時日本大学所属のマダラメヒデオ特務で出場したが予選敗退。1965年10月7日日本競輪学校第21期生として千葉競輪場でデビューし2着。 初勝利は翌同月8日の同情。現役時代は厳しい番手勝負を新情都市旧姓永久一般に長く在籍。幾度となく落ち者をした者の鎖骨骨折は全くなく、またその人となりから千葉の鉄人と称された。1999年12月24日、選手登録削除。通算戦績2749戦290勝。現在は 順天堂大学自転車競技部のコーチとして学生を指導している。2010年開催の第65回夢半島千葉国体では自転車競技千葉県チームの監督を務めた。ありがとうございます。